マムター・バナルジーは、インドの政治家、第8代西ベンガル州首相。1998年から全員ド草の根会議派の、党首を務める。ディディという愛称で呼ばれることがある。鉄道大臣、石炭大臣、工業大臣などを歴任した。2012年には、タイム誌の世界で、最も影響力のある100人に選ばれている。西ベンガル州のカルカッタで、 ベンガル人の家庭に生まれた。17歳の時に父親を十分な治療を受けられなかったために亡くしている。彼女は自身がヒンドゥー教徒であることを認めている。1970年にリーシュバンド法シ主シークシェイリーで後期中等教育を修了。ジョガマヤデビ大学で歴史学の学士号を取得。その後、コルカタ大学でイスラム史の修士号を取得した。 この他に教育学と法律学の学位も取得し、きっと大学からは名誉博士号を授与されている。また、コルカタ大学からは文学博士号を授与されている。バネルジーは独学で学んだ画家であり、詩人でもある。彼女の300枚の絵画は9000万ルピーで売却されている。バネルジーは1970年代から政治家としての活動をインド国民議会で はじめ、党の地方組織で経験を積んでいった。1984年総選挙で、インド共産党、マルクス主義派のベテラン議員であったソームナートチャタルジーを破って、インドで最も若い国会議員の一人となった。次の1989年総選挙では、国民会議派に逆風が吹いていたため議席を失い、1991年総選挙で再選された。その後は、 1996年、1998年、1999年、2004年、2009年の総選挙でコルカタ南部の議席を守り続けた。1997年、バネルジーは西ベンガル州の国民議会派を離党し、ムクルロイと共に全員ド草の根会議派を結成した。1999年、同党はインド人民党主導の 国民民主同盟政権に加わり、バナルジーは、鉄道大臣に就任した。2015年7月27日に、ロンドンで開催されたイベントに、西ベンガル州首相として、参加2011年5月に開票が実施された、西ベンガル州議会選挙では、全員独草の根会議派と、国民会議派及び、インド社会主義統一センターとの連合で、227議席を獲得した。 この結果により、長年続いたインド共産党、マルクス主義派を中心とした左翼戦線政権が終焉を迎え、バネルジーは西ベンガル州発の女性首相に就任した。ありがとうございます。